火曜日の特集は注目のカルチャージャパンオタクビジネス情報、ラニーチューさんがお届けします。日本のポップカルチャー発信サイトカルチャージャパンのイギリス人プロデューサーダニーチュー。オタク界の世界的カリスマとしてイベント公演に飛び回っている彼がチェックタイムで最新の秋葉系アイテム、ビジネス情報を分かりやすくレポート。さあ、ビジネスチャンスあふれるディープなオタクワールドに勇気を出して飛び込もう。カルチャージャパン、カルチャージャパン、ダニーチューです。今日はライブ 2D をお教えします。今巷で話題のライブ 2D。 ライブ 2D とは 3D とは全く異なる方法で視点移動や動きを表現する世界初の映像技術のこと。これにより 3D 以外では本格的な立体表現はできないというこれまでの常識が覆された。今日はそんなライブ 2D の技術により生まれたアプリの中からダニーチューが厳選したベスト5をご紹介。第5位、インフィニットストラトスボイススケジューラー。ハイスピード学園バトルラブコメアニメ、インフィニットストラトスを iPhone アプリ化。人気キャラクターたちと楽しくコミュニケーションを取りながら毎日のスケジュール管理が行えます。第4位、トーキンガールズ。いろいろなシチュエーションモードでキャラクターをつついて新しいボイスをゲットするミニゲーム風アプリ。第3位、俺の妹がこんなに可愛いわけがない IP。 人気アニメを iPhone アプリ化し Apple Store の総合1位、セールス総合1位を獲得したライブ 2D 最初の大ヒットアプリ。第2位、雫の時間。現役二次元女子高生によるニュース配信アプリ。声優さんが毎日収録して毎日モーションをつけるという力技で毎日お届け。そして第1位は未来クロック3。このコーナーでもおなじみ未来ちゃんのアプリケーション。はい、ということで、1位に、なっちゃいました。未来クロック3です。これですね、サイボノイズさんの、技術で、もう命、が、吹き、込まれて、もう本当にもう生きてるように、なってるんですね。で、この未来ちゃんを、撫でるとたまに反応したりとか、このように可愛いですね。たまに怒るんですよ、その触るところによって。お、怒りました、怒りましたですね。で、まあ、ピンチしたりとか拡大したりとかすることが、できるんですね。なので、お一人で、お仕事されてる方はこれがあるともう、寂しい日にさよならです。以上、ダニーチューが選ぶライブ 2D アプリケーションランキングでした。今日はライブ 2D を開発した株式会社サイバーノイズ代表取締役中条哲也さんにお話をお伺いしました。創業前から絵を描いたりするのが非常に好き で、その時に 3D も試したりしていたんですが、どうしてもその立体モデルを作るという方式がその絵を描くのと全く違うアプローチで、やっぱりこう自分の描きたいものっていうのを素直にこう表現できないと。でそういった時にその、まあ、3D のように立体モデルを作るのではなくて、絵のままで変化させていけばもしかしたら自分の思った通りのものっていうのができるのではないかなということで、2006年に創業して作り始めたことになります。これがライブ 2D のまずモデルを作るツールになりまして、 3D と違うのは、ポリゴンも使ってるんですが、完全に平面的なポリゴンを、平面の中で動かして、それをあたかも立体的に見せていると。こういう形で表情を変えたりですとか、感情を表したりですとか、先ほどのツールで作ったモデルをこちらのアニメーションをつけるツールに入れまして、で、時間軸の中でどういった動きをするかっていうのを決めていくと。まあ文系かな、でもコンピューターは演技をつけていくことができる。パパも好きで。でここで作ったアニメーションをその動画として書き出して、映像として使うこともできますし、ゲームの中に組み込んでクリックしたらどういう動きをする、タッチしたらどういうふうに笑うとか、そういうことも、使えるようなツールになっています。まあ、クリエイターからすればその今まで
できそうでできなかったその二次元だけでぐるぐるっと回せるっていう表現ができるっていう魅力と、あと原作者からすればその今まで 3D とかにしてしまうとどうしてもあの別のキャラクターになってしまっていたりとか、二次元だとまあ手書きとかですとすごくコストがかかってなかなか表現できないと、あとリアルタイムでぐるぐるっと動かすっていうのがまあ非常に難しいっていう問題があるんですが、そういったことをクリアしてその原作者のテイストを完全に保ったままでぐるぐるっとリアルタイムで滑らかに動かすことができるということで、原作者からも制作者からもあの、ま、ユーザーというかファンの皆さんからも非常に好評いただいております。実際にはまだあのライブ 2D という技術の全体像の中でその 30% ぐらい の完成度だと思っておりまして、これからあのまだ 100% に向けてもっと走り回れるぐらいぐるぐる回せるというような、発展を考えておりまして、で、まあ、世界中でその絵を描きたい人たちが、立体モデルを作るのではなくてその二次元のままでぐるぐるっと回って走り回ることができるようなその当たり前の技術として世界中に広がって100年先まで残るような技術の基礎を築いていきたいなと思っております。まあ、僕も初めてこの技術を見たときに本当にもう 3D だと思っちゃったんですね。でもそうではなくて、まあ、本当に2次元の画像を3次元のように動かしたりとかするような技術だったんですね。なので、まあ、うちのミライちゃんがもうこのように生きるようになってすごく嬉しいんですね。で、まあ、将来的にそういうサイバーナイツさんと一緒に、まあ、その語録だけじゃなくて、まあ、いろんな、まあ、例えばストーリーとかアニメ作品とかも作れたらいいなと思います。はい、ダニーさんの未来ちゃん好きがよく伝わってくる VTR でした。ダニーさんありがとうございました。